雷調査隊始まるよイエイ寂しい、なんか寂しいはい、始まりました雷調査隊、この番組は東京の人、食、歴史、文化を紹介する番組です。ユーストリームを使いまして全世界にお届けいたします、うんうん、生放送の参加型番組です。やったはい、この、何でしたっけ、1時間生放送でお送りさせていただけいただいてるわけなんですけれども、はい、そうですね、チャット参加、ユーストリームさん登録していただきますと、はい、すぐにご参加いただけますので、ぜひチャット参加してね、1時間我々に絡んでください。よろしくお願いします。ということで始まりました雷調査隊、はい、ごめんなさいね、今週の水曜日はちょっと休んじゃって、ちょっとあのね、花粉症でね、ちゃんと見てるね、見てますよ、花粉症じゃねえよ遅いよ、びっくりした、はい、そのわけでなんですけども、すごいね、今日はね、なんかね、もうです、見ていただいて分かったと思うんですけど、すごいね、うん、寂しい、そうです、なんか夫婦漫才みたいな感じになってます ね、なんか私そんなスキルないんで、ちょっとなんかシーンみたいな、大丈夫です、まあ、こういうね、こういう感じになっちゃうんですけど、はい、そこはね、大丈夫ですよ、はい、まあ、初っ端からカミカミで申し訳ございませんが、はい、ね、ぜひ1時間よろしくお願いいたします。で、しんちゃんはところでしんちゃん、どうしたの。まあ、みなっちはね、なんかね、舞台のその、うん、お稽古がもう忙しくなってきて、なんか空に来るのかなとか思っちゃう。雲行きが怪しくなってきたんだけど、うん、そうかそうか、はい、今稽古してんの。今稽古してます。今大阪の本番ですからね。こんな遅くまで大変だね、はい、そっか、いつだっけ。3月の、ね、20日から、ね、25日までだったんですよ。25日、そっか、はい、あ、じゃあもうすぐだ、もうすぐだから、まあ、でもなんかね、来週の水曜日はまた出演するということなんですけどもね、うんうん、はい、しんちゃんはね、うん、無断欠勤です。無断欠勤ですか。はい、無断欠勤。だからテンパってるんですよ、ね、そうなんですね、全然知らなかったっていうね急遽お休みっていうことになってしまって、はい、もうね、もうじゃんじゃん入って助けていただけると、はい、ありがたいでございます。はい、はい、じゃあね、もうそんな無断を言っても仕方ないので、はい、自己紹介いきたいと思います。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。私はこの雷調査隊の隊長を務めさせていただいております、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くまちゃんこと、くま川雄大です。皆様よろしくお願いします。やった、やったやった、いいね、はい、元気だね。元気でしょ。花粉症治ったんだ。治りました。花粉症なんかね、もうほんとクソぐらいじゃん、本当に。なんさ、前回ね、はいはいはい、花粉症のお話をね、ちょっと冒頭でさせていただいたんですけど、はい、なんか鼻の中に注射したりとかするらしいんですよ。そんなことすんの。やったことありますか。ないです。花粉症なのに。花粉症なのにないです。どうやって治したの。え、気合いいや、でもね、じゃあ、花粉症だと思うからいけないんですよ、うん、あ、そもそもなんか風邪の時も言ってたよね。そう、風邪だと思うからいけないの。バカは風邪をひかないみたいな。やばいは気からっていう。あ、そっち、はい、うまいこと言うね。そうでしょ。言い方の問題ね。言い方の問題なんですよ、うんうん、ものは考えようですね。なるほど ね、もうね、はい、うん、ちょっと雲行きが怪しいので自己紹介いきたいと思います。はい、メガネっこさん、じょうわんわん、お、いつにゃんこと、いつにゃんこと、いつにゃんこと、針ヶ谷いつきです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、うん、ふぅ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ ね、まあ本当に、まあ、チャッターさんもね、入ってきていただいてますので、そうですね、水谷さん、今日読んでください。今日しんちゃんのパートですからね。かしこまり、はい、元帥太さん、お、ありがとうございます。ありがとうございます。和幸さんですね、はい、はい、こんばんは、こんばんは。今日は2人ですかと。今日は2人なんですよ。そうなんですよ。そうなんです。違う、初めてじゃない我々、ね、しかもさ、初めてなくせに、うん、さっき知ったから、さっき知った、5分前ぐらいに。いや、5分はちょっと持ったね。あ、ちょっと私盛り癖あるから盛り癖があるからさ、10分前にね。そうなんですよ、あのね、そう、山本隊員がこう来るはずだったんです。そうそうそう。もともとね、ミナッチはね、今日ちょっと舞台の稽古でお休みということなんですけども、うんうん、まあ、山本隊員がね、急遽ちょっとね無断欠勤、無断欠勤、体調崩しやがって、はい、多分ブログでも書きますよ、あいつ、あの、ね、私ね、来る前にブログね、更新したのね、はい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 、そんで更新した時に、はい、前回体調いなかったでしょ。そうですね。でも、おしんちゃんとか、うん、チャッターさんとかみんな助けられましたと。はい、今日はおしんちゃんとかもいるし、体調もいるし、はい、安心ですみたいに書いたら、いないっていうね。いないんだよ、うん、多分ね、あのね、うん、多分ブログで言う、書くよ、あの、しんちゃんのことだから私体調崩してしまいました、ほんますんません、ほんますんませんほんますんません、許さへんでちょっとね、コメントします。水曜日ちょっと見ない、ちょっとあれしようよ、おしんさん、わらわらって笑わないであげてください、ま
か。いやもうね、はい、そうなんか10分前に気づくってさ、まずおかしいじゃん。おかしいですね。本当はもっと早くさ気づくはずじゃん。なんで気づかなかったかっていうと、はい、今ね、はい、まあ、どちらにいるか後で言うんですけど、はいはいはい、すごいね、はい、いろいろ素晴らしいものがいろいろあるんですよ。まあ、前回ちょっと言ったんですけど、はい、カラオケもできます。カラオケもできます。ビリヤードもできます。ビリヤードもできます。サッカー観戦もできますと。サッカー観戦もできます。そうそう。もう他にもね、なんかすごいものが後で紹介するんですけど、はい、あって、うん、それに興奮しすぎて、はい、もう子供のように2人してキャッ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 。ということは今日はどこに来ているんですか？今日はですね、はい、六本木にございます。六本木にございます、はい、東京スポーツカフェさんに、はい、来ております、こちらですね、行きますよ。はい、ね、これはい、ポン、来た、じゃん、はい、見て、東京スポーツカフェさんですね。東京スポーツカフェ大丈夫？すごいでしょ。はい、来ました。はい、これ分かりますか？下手くそか、はい、こうですね、東京スポーツカフェさんに来ております。六本木、六本木でございますよ、はい、すごいですよ、六本木の7丁目ですかね。そ、住所ね、そんなとこまで覚えてる。そうですよ、7丁目ですよ。なんかね、はい、すいませんね、しんちゃんがさ、いつもやってくれてるんだけど、ちょっと急遽だったもんで、ちょっとなくってですね、はい、で、今これ、はい、机テーブルなんですけど、はい、周りがね黒くなってるところと真ん中に液晶があるんですよ。すごいのよ。そう、荒ぶってるでしょ、このなんかね、触るとこうやって反応する、なんかでっかい iPhone みたいな。そう、うん、なんかなんでまずしんちゃんのね、あれに気づかなかったかというと、ここですごいはしゃいでたんですね。すごい、何これ何これって、そう、はい、直前にこれなんかちょっとエラーを起こさせちゃうっていうね。そうそんな感じで、うん、でこれ今ね、はい、長押しするといろいろメニューが開けてですね、はい、でこちらが、うん、フードメニューになってるんですけれども、ちょっとどうします？そうですね、まあ、とりあえずね、やっぱね、やっぱね、見てるだけじゃダメ、ね、そう、見てるだけじゃダメ、だからやっぱね、お店のね、スタッフさんをね、うんうん、お呼びしてね、はい、いろいろ聞いてみましょうか。いろいろ聞いた方が絶対確実ですよ。はい、ということでね、ちょっともうお呼びしますか。はい、はい、そうですね、ですかね、もうね、はい、そのカラオケもできるなんですよ。だから防音室になっておりまして、あの扉がね、がっちり閉められてるって。わかりました、じゃあ僕よお呼びします。行ってらっしゃい。はい、行ってきますよ。お願いします、隊長。はい、そうそう、そうですね、はい、なんかね、こちらの画面がこうやって今フードメニュー出したんですけど、フードメニュー、あとこっちにもね、すごいでしょ、でっかい液晶があって、こことかでね、サッカー観戦が今もちょっと流れてるんですけど、こういうのを見ながら、そうそう、あ、もうすぐ来られます、楽しめる。そうなんですよ。いやー、でもなんかすごい、なんかね、すごい新鮮なんですけど、チャッターさんはなんか教えてますか？あ、はい、チャッターさんですね。チャッターさん見ながらね、すげえ、店長呼ぶのも大変ですね、と。大変ですよ。すいませんね、慣れなくてちょっと読むの遅くなっちゃってるんですけど、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう、まあ、ちょっとね、うん、まあ、スタッフさんをね、お呼びする前にね、ちょっとね、見てみますか。そう、見てみますか。どんなものが、あ、ちょっと待って、指でね、下手くそか。ちょっとちっちゃくなっちゃう、ちっちゃくなっちゃう。私も下手っていう、こうやってね、でっかくすることもできて。はい、ちょっと、じゃあやってやって、違うの、違う、こう真ん中にするでしょ、まず真ん中にしますね、ピローンって。うおー、すごい、すごくない？見ますか、皆さん、これ、ね、すごい、しかも綺麗なの。ほら、電子版なんですよ。全然読まないですよね、ピローンってね。そう、こんなにね、そう、でもいっぱいね、はい、ご飯ね、うん、あります。あとね、お酒の種類もね、たくさんあります。俺ちょっと待ってね、しますよ。こうやってね、長押しして、はい、ほら、出現するんですよ、こうやって。はいはい、失礼しますね。で、はい、フードのやつをさっきは押したんですけど、はい、これでね、ドリンクの、ちょっとね、下手くそ。ドリンクのやつを押す。そう、ドリンクのやつを押す。そう、そしたら、はい、まあ、こんな感じでね、ドリンクメニューが出てくると。あ、はい、いらっしゃいましたね。いらっしゃいましたか。はい、スタッフさん、スタッフさん、はい、いただきましたね。あ、まだね、ちょ、金曜日なんでね。そうですよ、はい、ね、しかも六本木ですよ。六本木ですよ、はい、ちょっとね、見えたんだけど、ね、綺麗なお姉さんとか見えたかな。あ、いらっしゃいましたね、綺麗なお姉さんもね、いらっしゃるということで ね、はい、でね、そう、ドリンクメニュー、何これ、ちょっとすごい、これビール、ビールです。ビールの拡大の写真、ちょっと新鮮だね。はい、はい、あ、ということで、来ていただきました。すごい、あ、こんばんは、ありがとうございます。はい、いきなり、いきなりドリンクを、はい、じゃあちょっと、ちょっと、そうですね、自分なんですが、カメラに向かってちょっと自己紹介をお願いいたします。お願いします。こんばんは。こんばんは。みんなお元気ですか？元気です。元気です。はい、サクさんのお名前は？あ、キングスリー小林です。キングスリー小林さん。はい、そうです。え、かっこいい。かっこいい。日本人に見えなかったよね。日本人には、はい、見えなかった。でも鈴木さん、小林さん、見られてんじゃねえ。本当にすみません。困る。困るんですよ、本当に。小林さん、ご来場ですが。
いつにゃんでございます。いつにゃん、いつにゃん、あ、わけわかんないでしょ。そうよ、わけわかんない。あれは日本の名前じゃないね。日本名前じゃないんですよ。そうなんですよ。なんか動物の名前みたいな。そうだね。ハリガヤ、ナタデココ、いつにゃんって言います。もうわけわかんない。すいません、ほんとすいません。こっちは僕、クマちゃんです。クマいる。クマちゃんいます。いるよ。そう、僕ね、思ったんですよ。あの本番始まる前にクマ、クマっていうふうに言ったんです。ロシア、はい、言わなかった。どうし、はい、言われたら。ピクッとしました、ぼちゃんさん。あ、僕かなと思ったんですけども。まあ、僕、クマガーで。もう一つのメガネが似合ってるね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、こちらのお店なんですけれども、うん、これ、どういったそうです、ね、コンセプトといいますか、はい、どういう…スポーツカフェはね、昔と変わって、うん、今は、はい、英語でもいいですか。英語で、あ、分かりました。あの、元々の方見ていらっしゃるんで、全世界見て、日本語でいいですからね。はい、スポーツカフェはやっぱり外国人と日本人が会う場所なんですよ。はいはいはい。やっぱりスポーツはね、ソッカーだろうが何だろうが、そういう時はここに関係ないですから、はい、みんなワイワイして、世界共通の、そうですね、ワイワイして遊ぶ場所なんですよ。女性でも男でも、ネパの方もね、ああ、ネパの方もみんなよく来てくれるから、やっぱりスポーツとしてすごくみんなが会う場所なんです。スポーツを通してみんなが会う場所っていうことで、はい、それはうちも多分これも分かってると思うんですけど、はい、これがすごいね。グラフィティもあるから、はい、映画何度いろいろ見れるから、映画もたくさんあって、なんかいろいろとなんか地図もなんか見える、向こうも見れるし、はい、アングリーベースもあるし。アングリーベース、アングリーベース、あれなんですよ、よくね。アングリーバーズっていうゲームですね。ゲームもできるっていうことなんですね。でも どうしてアングリーベースだろうね。怒ってるの。怒ってる。怒って。どうして鳥さんがおこなんですね。何ですか。鳥さんがおこ。怒ってらっしゃる。うん、どうしてですかね。多分豚を倒すゲームじゃないですか。あ、そうなんですか。どうして豚を倒さなきゃいけないの。なんなんですかね。わかんない。深いよ、話が。話が深い。はいはい。まあ。いや、そういうのはいろいろあるから、はい、まあ、でも他にもカラオケだったりとかビリヤードもあるので。そうそうそう、カラオケはね、歌いますか。いやいや、いつにゃん先生が後で歌って、ぜひね、8時を過ぎてから。私は日本の歌しか歌えないですから。へぇ、そうなんですね。日本の歌下手くそなんですよ。ちなみにどういった歌が好きなんですか。島歌とか。島歌よ。はい、あとはね、カズマ歌、小田和正さん。私、古い人間だから。いや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 、すごいですよね。はい、ちなみに、あとビリヤードも、はい、ダンスもありますから、いろいろ。じゃあもう本当に、もう夜な夜なね、もうカラオケもできて、スポーツも見れて、ね、ゲームもできて、ね、さまざまなことができる、このね、お店。友達もできるし。友達もできる、友達ですよ、僕は。はい、早いね。早いですよ。でもなんかすぐ仲良くなれそう。すごいさ。手が早いね。手が早い。No. すごい。面白い。面白い。まあ、こちらね、ちょっとね、そうそう。こちらは何なんですか。何の。あれはピナコラダですね。ピナコラダ。ピナコラダ、お酒ですか。ちょっとだけ入ってる。ちょっとだけ。飲んでみて、私は。飲んでみて。おしゃれなんですよね。自分が作ったんですからね。どうですか。めちゃめちゃ美味しい。あ、なんか、なんだろう、なんかフルーツを飲んでる感じ、はい、すごい、いろんなね、はい、甘い、酸っぱい、香りもすごいし。そうこうしてるうちに、綺麗なお姉さんがね、うちのウェイトレスです。ウェイトレスさん、ウェイトレスさん。ちなみにお名前は。ジュリアンさん。ジュリアンさん、こちらは。これはね、ワインコーラですね。ワインコーラ、ワインコーラ、これ分けてるでしょ。はい、分けてます、ね、2層にね、すごい2層になってます。分かりますかね。はい、こちら、わ、すごい綺麗、ね、ありがとうございます、ジュリアンさん。そうね、こちらもそうですけど、すごい綺麗な。醤油じゃないよ。あ、ゲーム始まっちゃいましたっていうね。ゲーム始まっちゃいました。液晶のとこ置くと思っちゃうね。はい、じゃあこちらに、ね、ちょっとね、調査したいと思いますけど、はい、これ飲みやすいですね、すごく。そうですね。ね、ワインの、ね、味もしっかりね、うんうん、効いてるんですよ。その上なんかね、すごいね、なんか本当爽やかな。これオレンジなのは。そう、オレンジですね、こちら。オレンジ。オレンジの、うん。そうなんだ。これめちゃめちゃね、すごい飲みやすくて。これも香りもそうだけど、すごいフルーティーな感じですね。そうなんですよ。いいね。これからスプリング入るんで、はい、春になるのでね。うんうんうん、
そういうのを飲んでもらった方がいいんじゃないですか。おしゃれ、おしゃれなんかさ、そこら辺の居酒、うん、そこら辺って言ったら失礼ですけど、はい、なんか居酒屋とかでこう飲んでからこう最後にまたちょっとほろ酔い気分で来て、ちょっとおしゃれなのを楽しみつつ遊んで仲良くなるっていうね。ああ、いいですね。うん、じゃあですね、あのね、ぜひね、ちょっとね、こちらね、今ドリンクをね、はい、ゆうめさん入っていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あのこうやってね、今ドリンクを調査していただいたんですけども、うん、次はね、ちょっとね、ぜひね、あのおすすめのお料理をあの調査させていただいてもよろしいでしょうか。出しますよ。ありがとうございます。自信持って。ありがとうございます。今日は1時間ありがとうございます。よろしくお願いします。終わっちゃった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これに書いてある、これ雷調査隊、我々雷調査隊と申します。なんか奥歯が出たくなってるから。やだ、きついね。そして走行してるうちにいきなりもう、はい、ありがとうございます。え、こちらはこちらが、まあ、ポテトとこちらがチキン。あ、すごいいい香りがします。こっちサーモンですかね。はい、サーモンですね。とこちらチキンに何がかかってるんですかね。すね、上にソースがかかってますね。ちょっとチーズですよね。チーズが。おしゃれ。とサラダと。なんかちょっと油物のこってりしたのの真ん中にちゃんとサラダがあるっていう。ね、しっかりやっぱね、あのね、バランスがね。飾り付けもすごくね、うん、素敵でね。ね。はい。今まで撮ってたの。撮ってました。大丈夫です。はい。ちょっとね、これ。人工チーズ。こちら、もうそっちこれしないでください。もうすごいなんかね、はい、こうやってね、ここまで目悪くないから。ね、はい、チャッターさんもね、いろいろ書いていただきました。ありがとうございます。美人さんも、チャッターさんも美人さんとおっしゃってますけれども、はい、本当に綺麗ですね。そうですよ。綺麗。してスタイルがいい。スタイルがもうすごい。ありがとうございます。今ナパ中。ナパ中、そう。手が早いから。あ、後でにして、後でに。ダメ、後でしばかれたら。後でにして、世界に移っちゃったからね。うちの授業って高いからね。高いですか。もう今ね、本当に目がね、もう本当にあのマジだったんで。マジだったんで。ビビってるじゃん。調査したいとね、思います。そうだね。はい。もうよかったらね、あの、はい、見てくださってる方、あの、うん、入ってきてチャット書き込んでくれると嬉しいです。お願いいたします。今日は東京スポーツカフェさんに来ております。はい、ます、はいはい、じゃあくま、ね、ちゃん、はい、どれからいきます。じゃあね、こちらのねチーズ乗ってる、くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、何人ですか。僕日本人です。違うよ。え日本人ならさ、うん、箸でしょっていうことですよ。どうしてお箸取らないと、スワッコが出たんですよね。ちょっとあのね、ちょっと日本人ならお箸取るですよね。ぶっちゃいました、ぶっちゃいました。ぶっちゃいました、しょうがないです。はい、遠慮しなく。はい、どうぞ。じゃあ、ですね、はい、じゃあ、こちら失礼します。さすが。じゃあ、失礼します。あ、ゆうめさんお帰りなさい。はい、どうですか。香りがすごくいいですね、まずね。あ、はい、めっちゃ香ばしい。香ばしい匂いがして、うんうん、じゃあ失礼いたします。サクサクって、クマさん何も言わない。ん、何も言わない。言わない。何も言わない。クマさんね、面白いですよ。どう、クマさんは最初からね、はいはいはい、手で食べればいいのにさ、フォークで取ってよく見てますね。よく見てるわ。ありえないでしょ。すごい。フォークで取って手で食べるんだよね。そう、あのね、もうね、でもさ、かぶりつきたくなるよ。かぶりつきたくなりますよ、これ、うん、すごい美味しい、香ばしくて、で、あのね、チーズのソースがまたね、いいアクセントになって、うんうん、これは多分ね、これ誰でも好きだと思いますよ。老若男女、時の食べてくださいよ。多分こういう油物食べないでしょ。あ、私も大好きですね、食べる。あのモデルだらやったから。そんなも何にも出ないです。8時過ぎてからそうですか。私は手でね、うちいただきます、はい、うん、うん、ザクザク。うん、なんだろう、はい、なんかさ、このチーズの種類だと思うんだけど、はいはい、なんか、なんだろう、ピザチーズとかいろいろチーズあるでしょ、じゃなくてちょっと香りが強い、そのちょっとしかかかってないのにすごい香るチーズな感じじゃない。うん、そうですね。あれ、どうした。まあでもそうですよ、うん、いや、でもなんかね、うん、ちょっとねジューシーよ、うん、こっちもこっち、うんうん、ね、ちょっといろんなね、ちょっとね、チキンもね、骨なしのクリスピーっていうんですかね、はい、骨なしの
チキンですね、こっちが。じゃあ、ちょっとフォークでね、しっかりとね、やっていいと思います、ね。骨ついてるから、さすがになくない。じゃあ、失礼します。もう最初からチリチリ。全然、手だった方がいいですね。じゃあ、失礼いたします、こちら。うん、ん？どうした？ちょっとピリッとしたソースが。そうなの？しかも、でも、うん、ちょっとね、え、辛いの？後から来る。後から来る。でもこれね、すごくね、お酒に合いますね。そう、酒飲む時にこれ食べたら、あの酒が、そう、あの逃げちゃうんですよ。逃げちゃう。そう、飛んじゃう。はい、でもね、赤いソースついてるもんね。うん。あ、美味しい。本当。これはお酒に合いますね、本当に。うん。うん、なんかピリって感じだね、最初は。はいはい。で、なんかすごい、なんだ、ソースのピリだけじゃなくて甘いような、なんか、なんだろう、うん、甘い辛いっていうのかな。うんうんうん。でも後から来ますよ、辛さは。うん。でも強くなったかも。そう強くなって、うん、だんだんなんか、ね、それがね、またね、うん、お酒にね、合うんです。ビールグイッといきたいね。ビールグイッいきますよ、うん、はい。これは美味しい。辛いの大好き。のね、種類のね、ね、どうだって。なんだかすごい美味しい。次はちょっとこちらね、うん、順番が逆なんですけども、うんうん、サラダ調査してください。僕ね、その間にチャッターさんを読んでますね。一年ちょっと席を変わりましょう。うん、はい。あのね、なんか電波が悪いのか、電波悪いですか、なんか入ってくれて、またちょっと。はい、ちょっとね、じゃあ、最初からこっちに座れっていう話ですけどもね。本当にね。すみませんね。手棒が大きい。いやー、はい、いろいろね、はい。あ、元水田さんが美人さんというふうにおっしゃってますね。そうですね、今日はね、さっきのウェイターさんですね。はい。じゃあ、はい、ということで、じゃあ、はい、サラダをね、サラダをね、調査してくださいね。調査させていただきますよ。はい、うん、すごい。ここは大きい。あ、これは何サラダなんですかね。ちょっとね、こちらもね、ちょっと後々ね、はい。いただきます。どうですか。うん、あ、さっぱり。フレンチドレッシングかな。うん、あ、でも私ね、はい、フレンチドレッシング好きなんだけど、辛くて苦手とかで、はいはい、あんま食べれないんだけど、あんま辛いとかじゃなくて、なんだろう、すごいちょうどいい甘さ。ちょうどいい甘さ、うん、ちょっとね、じゃあちょっとね、こちらね、あ、僕、これ僕のですか。大丈夫ですか。はい、わちゃわちゃになってみます。こっち、こっち置いて。はい、はいはい。サラダだって、すごい、なんかすごいみずみずしい。みずみずしい。で、すごいちっちゃく切ってくれてるから食べやすい。じゃあ失礼いたします。うん。うん。これドレッシング、これドレッシングまずめちゃめちゃ美味しいんですけど、これは何でできてるんですかね。企業秘密ですか。ここでバレちゃいけない。ここでバレちゃいけないですよ。バレちゃいけないですから、はい、うちのスペシャルのソースです。あ、まあそうですよね。だからこちらに来て見ないとわからない。そのね、こちらに来て ね、はい、食べてください。試してみて。そう、試してみてっていうことでね。すごい、でも食べやすい。うまい。サラダうまい。サラダが進むってすごいね。ね。いただきます。いつにはこぼしすぎっていうふうにね、ベンシートさんがおっしゃってますけどもね。はい。めっちゃ柔らかい。なんかトマトってさ、はい、乾きになったりするじゃん、うんうんうん、全然ない。本当にうわって。じゃあこちらね、私もね、トマトが溶ける。はい、そしてね、はい、また次、ありがとうございます。こちらは何ですか。カサリアン。カサビアン。カサディ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 アン。こちらはピザみたいな。こっちの人たちがね、え、なんなんですかね。ちょっと食べてみて分かる。そう、食べてみないと分からないということで、ね、ちょっとね、はい、じゃあ先生食べてみお願いします。はい、お願いいたします。すごい、なんかどうしよう、ボリューミーね。すごい、え、すごい。これはフォーク。あ、そう、フォークね。はい、これはチューでいいですよ。あ、大丈夫。あ、すごい、なんかちょっと、え、その中に、中になんか入ってチーズ。ちょっとチーズとかチキンとか入ってます。で、上にこのサラダ的な感じ。はい、上のなんか、そうですね。はい、こっちは何だろう、これ。大丈夫ですか。はい。うん、ごめんなさいね、なんか。
日本人ですからね、おかしいよね。すごい面白いね。日本じゃあんまりなくない、こういうのね。うん、やっぱりインターナショナルですからね。そう、インターナショナルですよ。インターナショナル。じゃあ、はい、くまちゃん行ったって。あ、いいですか。はい。じゃあちょっと豪快に手で行かせていただきます。優しいですね。じゃあ失礼いたします。見てみ、チーズがもう、どう、これ、うんうん、これピザではないんですよね。なんか、そう、ピザではないの。なんかね、うんうん、薄い生地が、うん、2枚あって、その間にもうチーズとか、本当それこそあのお肉だったりとか、そうたくさん の, その具材が入ってて、うんうん、しかも本当に食べやすい、僕ピザよりも食べやすいんじゃないかなって思うんですね。はい、じゃあいただきます、うん、これなんか、あ、ゆうめさんがそれ美味しいよっていう風におっしゃってますよ。あ、そう、ゆうめさんがね、はい、前回あのなんかトースポーいいよみたいな感じで言ってたんで、こちらに来ていただいたんですもんね。そう、確かそうおっしゃったことがある、はい。さあどうですか、うん、でもこれなんかすごい、うん、すごい、なんだろう、なんかさ、いっぱい中にも入ってるし、うん、上にもかかってるから、どんな味かと思ったら全部なんかうまい具合にマッチする。そう、そうなんですよ。こうポン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 って感じじゃなくて、全部が一つの味になる。しっかりと、うん、ちゃんと野菜もね、取れて、すごいシャキシャキしてない？シャキシャキしてる。すごい。あのね、チャッターさんもね、はい、あ、そう、あの、いろいろ書いていただいてますよ、うん、はい、まずね、川原誠也さん入ってきていただいております。 ありがとうございます。そしてですね、はい、コルレオネさん入ってきていただいております。ありがとうございます。ゆうめさん、こんばんは。あれは今日はデートっていうふうにおっしゃってますね。はい、違いますよ。コルレオネさんこんばんは。川原誠也さんこんばんは。そう、ゆうめさん、それ美味しいよ、うん、食べたい食べたいってゆうめさんおっしゃってますよ。いやー、これね、ここに来て ね食べ来ないと食べれないんじゃないですか。あの、今日2人なんで、今はもう全然来ちゃって、うん、一緒に食べさせていただいてもいいですよ。ね、全然もう、すごい、これちょっとやみつきになってきた。ピザと違ってさ、はい、薄いのが重なってる分、すごい軽いの。うんうん、そう、軽い。なんかパクパクいけるわ。なんか味はしっかりしてるんだけど、うん、何枚でもいけちゃうっていう、うんうんうん、そう。すごい、なんか面白いね。それ変わったものですよね。うん、すごい美味しいです。でこの赤いのがトマトベースのソースなのかな、うん、ちょっとピリ辛の、ね、魚介類も入ってる。え、本当ですか、本当ですかって入ってますよね。え、うん、すごい、うまい。なんかさ、こう 別で食べると、うん、あ、これトマトだなとか、そうそうそう、あ、これ何だなって分かるけど、すごいマッチするから。そう、マッチする。難しいかもね、一緒に食べると。すごいね、これね、よく分かった魚介類、ね、本当にね、これをグー。この白いのは何だろう、サワークリームですか。サワークリームですね。サワークリームですか。サワークリームですね。サワークリームですか。チーズかな。正解。チーズ。チーズ。チーズ。今ね、これ そこだけパクって食べたらチーズだった。ええ、ここでしょ。ここでしょ。そうそう、今の正解。すごいね、あっさりしたチーズ。うん、チーズ。うん。だからか、なんかね、爽やか。爽やか。なんかさ、うん、あのトマトのとこだけで食べたら、うん、ちょっとね、ピリッとしてて、あ、辛いんだなって初めて気づいたの。はいはいはい。で、チーズ食べて、あ、これチーズだ、うん、だ、一緒に食べてたからまろやかだったんだって今気づいた。なるほど、うん、すごい、考えられてる。はいはい。うわー、これはね、はい、もうね、たくさんのね、じゃんじゃんね、チャッターさんも入ってきてくださいよ。はい、素晴らしいね、お料理たくさん出していただいてますので、はい。すごいね、この東京スポーツカフェさん、東京スポーツカフェですね。これできて何年ぐらいなんですかね。うん、あ、もう超長いですね。もう15、16年ぐらいかな。15、16年、はい、もうそれぐらい経ちますよね。場所一回変わったですね。あ、一回変わって、はい、うん、いや、私が小学校の頃にできたって。そうですよ。すごい。あなたがもう玉蹴りをバン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 やってる時にもうできてました。若いね。うん、10、10、うんとか言っちゃった。10、うんだ。10、うん。ごまかしてる、ごまかしてる。ごまかしてる。なんか間違い。いや、美味しいなって思ってたらね。そのね、先ほどのね、チーズね、カッテージチーズっていう風にユムさんがおっしゃってますけど、うん、これは正解ですか。すごい。見てるだけで。どうして分かるかな。
多分あのあ こちらに来ていただいたの。はい、すごい。座ってます。座ってます。またぜひ来てください。はい、もうね。有名っていうことですよね。この、うん、こちらは、うん、あのなんていうものなんですか。カサリアです、ね。あ、そうだ。言うとそうです。気をつけて。今日、はい、頭が湧いてました。飲んでないですけどね。これでもこれ今本当に飲もうと。しかも今ねゆうめさん、これ見てくださるゆうめさんが、うん、この常連さんということで、あ、常連でしたっていう風に、すごい。あ、じゃあもう全然もう多分お知り合いかもわかんないですね。ですね。顔見分かるってことすごい。こういう黒いのにあまり味口ねえから。あ、そうですよね、あの小林さん日本人の方ですよね。すごいすごい、うんうん、なんだろう、ほんね、ほんとにさ、このうまい料理とね、うん、うまい酒と、うん、このね、今はそう、スポーツ、ここでも見れるんですよ、今振り返って、あれってた、うん、そう、なんかさっきね、ちょっと冒頭で映したんですけど、うん、こちらで巨大スクリーンでサッカー観戦などできる、あとムービーも見れるっていうことでね、うんうん、今ね、料理が載ってね、ちょっとね、あのなやなやわからない状態になってますけど、でも一回来たね、ゆうめさんとかも分かってると思いますよ。そう、はい、このテーブル自体が液晶になってて、そう、そう、iPad みたいな感じでいろいろ動かせるんですよ、ですよ、うん、手で。で、今ちょっとね、ゲームの画面が開いてるんですけど、こっちで、まあ、ゲームだったり、あと Google マップとか、そう、いろいろできます。すごかったよ。だからもう本当にね、ちょっとあのカラオケして、カラオケ飽きたなと思ったらビリヤードにも行けるし、ダーツもできるし、うん、もう本当にね、うん、もう一度でもう5度6度美味しいお店だと思いますよ、うん、はい、うん、すごい美味しい。ちょっとね、ちょっと僕ね、うん、気になったんですけど、こちらはね、こちらサーモンですかね、うん、なんか魚嫌いみたいですね。いや、もう魚大好きですよ。私めちゃめちゃこれずっと食べたかったんです、はい、これはスモークサーモンですかね、もしかして。あ、当たった。やばい、おめでとう。当ててしまった。おめでとう。じゃあ失礼します。こちらも調査したいと思いますね。うんうん、うん、間違いないですよ。はい、スモークサーモン、これでね、うん、スモークサーモンにね、ちょっとね、これ野菜と一緒に食べたら、これもう本当間違いないですね。いい、うん、いいそれ。うん、調査してくれよ。痛いよ。え、これ、え、何、普通にサーモンだけ。いただきます。プリプリ、そう、プリプリ、プリプリで、うん、このサラダもね、一緒に、ね、調査していただければね、うん、どうですか。そう、うん、これは本当にさっきサラダだけ食べたのと変わった。変わったでしょ、うん、甘い、すごい甘くなった。なんか、なんかね、僕ね、そういう女性もね、すごいね、ね、楽しめる場所だと思いません、うんうん、だからもうこれ女子会に使っていただいてもね、全然多分、ね、できるんです、いいね、そうですよね。だけど、全然、あの、女性だけのプロモもやりますからね。へぇ、そう、パーティーに使っていただければ本当楽しめる空間だと思いますよね。でこれからのね、あの、うん、ほら、歓送迎会にも本当にぴったしな場所じゃないですか、ここは。そうだよ、はい、まだ、まだ終わってないんですよ。まだ中ありますよね、まだ食べてないもの。え、こちらですよ。ホテルですか。そうなんですよ、俺ね、ポテイト、体調やばい、やばいっしょっていう風におっしゃってますよ。やばいですね、はい、体調も常連になりそう。そうです、僕もちょっと常連になりそうな気がしてます、うん、はい、どうですか。うん、ね、おいしい。どっち、うん、なんかすごい柔らかい、柔らかいっていうか、なんだろう、サク、いや、これね、これ何味のポテトなんですかね、うん、これ普通のね、あの、塩じゃないと思います、僕。塩じゃないですね。ですよね、うん、あ、わかりました、はい、コンソメ。え、当たりました。なんか、当たってもうた。は何者ですか。やばい、当たってもうた。分かってみたい。すごい、ね、あ、言われてみれば、あ、本当？いや、でも、おいしい。彼は全部分かってる。俺はもうでも、まだ終わってない。まだ中あるね。え、え、まだコンソメだけじゃないってことですか。もう、料理まだあるよ。え、料理まだ中あるみたいな。うん、うん、あ、うん、ちょっと待って、皆さん、これね、サラダがね、ここにありました。パカパカパパーン。こちら小さいものですけど、こちらは、うん、ちょっと、うん、ちょっと調査してください。ミニトマトですか、と
これは何？でも今日はあれが入ってない。今日はね、ここね、あの指輪入れてもいいですよね。かぶって指輪入れて、開けた時に指輪入れてくる。あー、そういう粋なサプライズもあるという。おしゃれ。だからこうやってなんかあの料理をこう来た時にサラダがあって、サラダを何気なくこう外したらこう指輪がコロッと開いてて、もうちょっとこれ使わせていただこうかなと思って。やらしいわ。ねえ、やっぱり手が早いよね。ねもう見抜いてたと思ったんで。さすが。でも全然気づかなかったね。こちらがオリーブですよね。はい、ありがとうございます。甘っ。これはね、本当にいいね。これ一度で、これ1、2、3、4、5、6度。1、2、3、4、5、6。6楽しめる。すごい。ちなみにこちらお値段はおいくらなんですかね。いい査定ですか。はい。こちらは2500円ぐらいですね。2500円。こんなね、たくさんの種類が入ってて。すごい。それ2500円。だってさ、お野菜もさ、めちゃめちゃ甘いし、シャキシャキしてるし、で、ちっちゃくて食べやすいでしょ、で、すごいサーモンがね、サーモンもついてたり、プリプリ、そして、このポテトが、ポテト、お塩じゃなくて、コンソメ味ですね。はい、で、こちらがもうほんとクリスピーにね、揚げていただいたやつとね、こちらね、辛いソースでね、甘蒸しやったチキンもね、はい、これで2500円。手間かかってるもん。そしてこちらの何でしたっけ、カサディアン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 。でも当たってない、当たってない、当たってない、彼女は当たってません。すごいなんか楽しくなってきちゃった。そうですね。こちらは、こちらがおいくらですか。800円。これ1、これワンホールで800円ってことですか。うそー。安っ。やば。だってね、こんな珍しいですよ。まず辛くもできるし、そう、辛くも、あ、そういうなんか要望があれば辛くしたりもやってくれると。河原瀬谷君がね、一度で 6つ楽しめる、これは嬉しい。しかも2500円、安いっていうことで、ね、原水路さんも安いっていうふうに ねおっしゃってますね。はい。いや、これはだって何も言えなくなっちゃった。いろんな具材も入ってるんですよ。でなおかつ本当にこの珍しいものをこの場で食べれて、これで800円、しかもこれ六本木ですよ。そうだよ。これうちね、一度食べてみてください。誰か食べてもあのまた買ってくるよね。そうそう思いますよ。カサディアン、カサディアン、カサディアン、はい、カサディアンですね。カサディアン、これは食べるべきですね、ぜひ、はい、うん。いやそれはね、あとちょっと気になったんですけど、すす、最初にこのドリンク出していただいたじゃないですか、はいはいはい、これはあのメニューにもちろんあるものですか。こっちはメニュー入ってますけど、はい、こっちはメニュー入ってないですね。えちょっと、あなただけ特別だって。私が自分でこれ好きだから自分で作ったんです。さすが。これバテたじゃないですよ。自分が作っていつもやってくれたんですか。そう、僕ね、実際ね、こっちね、見えてましたもん、こう作っていただいてること。あ、なんかこれ作るんですよ。ピナコラーダ、ピナコラーダ、レディーファーストみたいな。ね、しかもほら、こんなさ、フルーツもね、たくさんあしらってくださってね、フルーツも美味しいし。いただきます。デレついてんじゃねえよ。あ、いいね、パイナップルのね、またいいね、音がね。じゃあジューシー、ジューシーですよね。ジューシー、あ、そうですね、みなちいないからね、はい、担当ね、お願いしますよ。なんかさ、はい、パイナップルって、なんかピリピリするイメージがあったの。なんだよピリピリって。ちょっとだけね、それはごめん、あなただけ。でも本当はあるんですよね。へえー、あるんですか。うん、甘くないパイナップル、ね、パイナップルはね、いつもね、だから酸っぱいというか、酸っぱいみたいにピリピリしてるよね、で、こちらはこれはちょっと 甘い方です、ね、甘い、うん、すごいね、そう、もう言ってくれたけど、甘くて、全然ピリピリしない、ピリピリしない、ピリピリしない、ピリピリは日本語ですか。ピリピリ日本語ですよ、日本語です。日本語だと思います、はい、うん、またうんって言って。いや、もう本当にね、すごい、この鉄壁の位置にはこんなに心をほどかせるよ。それくらいね、こうフランクに、はい、そうですね、仲良くなる。いや、本当話しやすいですね、はい、すごい、あ、おいしい。いや、え、
こうやってたまに特別にお作りしたりとかはしてる。そうしてますね。うん、すごい。じゃあ今日特別っていうことですね。ねえ、やだ、どうしよう。指輪の代わりにスペシャル。そう、スペシャル。スペシャル。スペシャルガー。スペシャルガー。おーイエー。おーイエー。はい。で、ね、はい、まあ本当ね、まずね、こうね、まずね、いろんなね、うん、まあね、もう何回も僕言ってるけど、うんうん、まあ、スポーツも楽しめてですね、まあ、スポーツを通してこうやってね人仲良くなったり、うん、ね、まあ、カラオケもあってね、カラオケでワイワイやってもいいし、うん、ね、ほんとビリヤードでねバーンってやってもいいし、で、あのダーツでね、はい、あの彼女の心をブルしてもいいしね、うまくないけどね、はい、そういうのもいろいろねできるね、この空間、うん、はい、そして美味しい料理、美味しいお酒、いや、もう本当ね、今日は本当ありがとうございます、本当に調査していただいて、はい、ぜひ遊びに来てください。いや、もう、ね、来ますよ、いつにはブルされました、ブルされました、ブルされました、はい、もう、はい、そう、そうなんですよ、やっぱり手早いよね、どうしたの、あ、もうしないしない、ノー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 、まだお前違う、ごめんなさいね、はい、もうアメリカンジョークみたいなね、あ、また誕生日に行きたいぞというふうに、誕生日に、ゆめさん、はい、来られたのと思いますよ、はい、ゲストさんめっちゃ笑ってますね、はい、ね、本当、ね、そんなこんなでですね、はい、あ、小林さんとか行かれるんですか、はい、行きます、はい、まあね、本当、うん、なんかめちゃめちゃフランク、しかもね、もう42分なんですよ、あ、本当にすごい、なんか普通に楽しんじゃってた、楽しんじゃいましたね、なんかごめんなさいごめんなさい、今日ちょっとね、スペシャルな放送でしたね、そうだね、なんか気まずい雰囲気、ね、いや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 、あの払拭してくれたっていう、帰ってよかったなっていう、うんね、しんちゃんがいなくて帰ってよかったなっていうことをね、感じてますけども、どういうこと、あとでちょっと営業時間とかも聞きましょうよ。そうだね。はい、営業時間も大事ですよ。すっかり楽しんで忘れてた。はい、これ本当に美味しいわ。僕は何でも分かってるのでね。はい、いろいろね。な、コンソメや。コンソメ？うん。ちょっとね、ここね、今料理出るからなんですけど、これね、そう、Google マップ、ね、そう、マップもあって、ここね、しかもマップ地図、あの上からの航空上のね、マップじゃないですか。ちょっと見れますかね、今。ちょっとこれぜひちょっと見たいな。これ今ゲーム終わんないとダメでしょ。ゲーム終わんないとダメですかね。はい。あ、ちょっとこれ無理ですね。はい、無理ですか、ね、まあ、ちょっとね、口頭で説明しますけど、今ね、上空だけしか見えないんですけど、ここね、立体的に見えるんですよ。地図が。わかります？はい。あ、で、ちょっと待ってください。ペペロンチーノ？ペペロンチーノ？これは粉チーズ？ラフチーズ。ラフチーズ。ちょっと調査しましょう。もうちょっと、うんうん、ちょっとおしゃれよ、おしゃれおしゃれ、はい、そうですね、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、これはちょっとね、ジュリーさんが作っていただいたのかな、あれあれジュリーさんお手製のじゃあこちらね、じゃあちょっとすぐね、もう時間まれなんてね、うん、いやすごい、まだ出てくるとはすごい嬉しいです ね、見て、もう香りがもうすごくいいんですよ、野菜たっぷり、はい、じゃあこちら失礼いたしますね、うん、はい、またね、具がね、うん、本当に多くて、すごい、こうやってやってるだけでパプリカのいい香り、そうお野菜もしっかりいっぱい入ってて、ありがとうございます、どうですか、うん、うん、私麺類の茹で加減にはうるさいんですけど、はいはい、すごい、ベストベストですよね、間違えちゃった、はい、あ、ゆうめさんがね、あ、懐かしいっていうふうにおっしゃってますよ、ゆうめさんもこれね、はい、調査っていうから食べたいだと思いますよ、いや、もう調査隊員さんですから、ゆめさんも、そうですよ、ゆめさんもね、ね、うん、大事な調査隊員ですから、お野菜もシャキシャキだし、いや、うまい、これうまい、え、すごい、ペペロンチーノに具がいっぱい入ってるっていう、うん、ね、なかなか珍しいですよ ね、はい、すごい、うん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 、いやー、うん、もうね、ペペロンチーノのイメージ変わった、変わりましたね、うん、うん、いや、ね、そんなこんなんで、はい、すみません、お時間が、はい、いや、もう本当素晴らしいお料理を、うちのマモルさんです、はい、マモルさん、マモルさん、マモルさんはオーナーさんですか、
マネージャーです。マネージャーさんですよ。マネージャーさん、本当に今日は素敵な時間をありがとうございました。めちゃめちゃ美味しい、楽しんでいただけましたか。はい、めちゃめちゃ楽しかったです。もうすごい小林さんの軽快なトークと、フランクなトークに心やられました、はい、やられちゃいましたね。はい、お料理の方はいかがでしたか。もう料理もね、なんかもう、うん、なんだろう、あんまり日本では食べられないこちらの、カサディアン、カサディアンでしたり、はい、あとなんかこういうねサプライズがあったり、そうそう、あとペペロンチーノのイメージも全然変わりました。具がねたくさん入ってて、 ありがとうございます、うん、うん、すごい美味しかった。これそれ食べてなかったでしょ。あ、食べてなかった。ありがとうございます。もう放送後の調査がね、そうですね、楽しみですけども、はい、本当にねお酒もねたくさんの種類もあって、うん、そう、さっきちょっと始まる前にちらっといろいろメニュー見せていただいたんですけども、このたくさんのね本当メニューもすごい、はい、ございますので、で一つ質問なんですけど、営業時間って何時から何時までですか。夕方の6時から朝の5時までやっております。夕方の6時から6時から5時まで、5時まで、すごい、ずっと、うん、そうなんですよ。なるほど。大きい試合とかあるときは、はい、例えば朝のじゃあのソカとかファナルなら仕事やりますからね。あ、なるほど。日曜日でもね、湯通しやってるときもずっとここで流していただいて、はい、ね、観戦できると、はい、定休日は日曜日、日曜日でもなんかその大きい試合があるときは日曜日も営業されるということで。あ、素晴らしい、はい、素晴らしいですね。はい、じゃあぜひ皆さん見に来ていただけたらと思います。はい、さあということでちょっと時間もあれなので、ちょっといつにあのコーナーやっちゃってくださいよ。そうですね、はい、ぜひこの番組いろいろなお店さんをリレー方式でご紹介していただいてるんですけど、はい、来週の金曜日どこかおすすめのお店、そうですね、紹介していただいてもよろしいですか。わかりました。ありがとうございます。生電話をしていただけるんですかね。あ、していただけるみたいですね。はい、嬉しいですね。次はどんなお店になるのか。そうですね、ちょっと、はい、いろいろ書いてるな、はい、また行きたくなるでしょうっていうふうにゆめさんおっしゃってますね。本当になりますよね。はい、そうですよ、うん、はい、なんか今までずっとこうおしゃれなお店で来てたじゃん、うん、六本木だし、うんうん、どうなるんだろうね、次もちょっと、どうね、そうですね、ドキ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 ワクワクですよ、ね。もしもし、あんたセフさんですか。次の目にとって、はい、ちょっと待ってください。じゃあ、石谷先生お願いします。もしもし、あ、こんばんは、お電話変わりました。雷調査隊の針ヶ谷いつきと申します。あ、こんばんは、来週の金曜日なんですけれども、お店の方19時から調査させていただいてもよろしいですか。はい、金曜日です。あ、そうですね、雷調査隊という番組をやっておりまして、いろいろなお店さんを毎週金曜日に紹介という形で調査させていただいてるんですけれども、来週の金曜日行ってもよろしいですか。あ、はい、少々お待ちいただけますでしょうか。ちょっとドキドキ。ドキドキですね。はい。あ、緊張する。緊張しますね。ちょっと、ね、この瞬間を。ちなみに、そちら紙あるみたいなんですけど、お次のお店はなんていうお店なんですかね。カフェさんです。もしもし、はい。あ、はい、そうです。はい、ありがとうございます。じゃあ来週の金曜日お邪魔してよろしいですかね。はい、 OK いただきました、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。ちょっとご質問なんですけれども、お店のお名前伺ってもよろしいですか。はい、バンカフェさん。アンカフェ、あ、アンカフェさん、アンカフェさんでございます。どちらにございますか、最寄り駅は。はい、表参道。あ、表参道、うん、はあ、分かりました、ありがとうございます。また後ほどスタッフの方からお電話いたしますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、
失礼いたします。はい、失礼します。ありがとうございます。あ、めちゃめちゃドキドキしましたね。 OK ということで、 OK いただきました。実はね、こちらに、ね、手元に資料がございましてですね、ちょっと本当はね、ちょっとダメって言われたらね、ちょっとどうしようかと思って、まだ伏せてたんですよ、はい、そうなんですよ、はい、こちら、はい、来週はですね、アンカフェさんというところでね、はい、調査したいと思いますね、はい、はい、表参道ですね。表参道、はい、表参道、はい、ぜひね、ちょっとすごい、ね、またこれおしゃれな感じですよ、またおしゃれな、ね、はい、雰囲気を醸し出されてるお店なので、大人の女子会来ました。そうですよ、来ましたね、はい、ぜひ皆さんお楽しみください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、そして、はい、忘れちゃいけないくまちゃん、はい、歌って、そうですね、まあ、これ雷調査隊、うん、まあ、こうやって本当に素晴らしい、ね、うん、お料理を調査していただいたんですけれども、次はですね、視聴者の方にですね、何かちょっと本当にプレゼントじゃないんですけども、雷調査隊を見たで、もう何でもいいです、何かちょっと特典いただけたら嬉しいかなと思うんですけれども、お願いします。お願いします何でもいいです。もう何でも、もう中でもいいですか。中でも、はい、中でもいいですか。そうなんですよね、中以外でできれば。さあ、今ちょっと交渉されてますよ、はい、なんか今日すごいドキドキですね。そう、ドキドキいいですね、こちら。いや、あのね、うんうん、そしてね、河原製薬もおっしゃってますよ、今日がね、90件目ですね、はい、そうです、そう、パチパチ、ありがとうございます、ありがとうございます。今日は東京スポーツカフェさんに、はい、お邪魔しております。記念すべき90件目、はい、おかえりなさいませ。もう、注意外はね、注意外はこの番組みたい、番組で、はい、雷状態を見たで、見たんで言われたら最初の一杯フリー、お最初の一杯をフリーで乾杯ドリンクプレゼントという形で、素晴らしいです、ありがとうございます。それって何でもいいんですか、うん、ドンペリニョン以外は、ドンペリニョン以外は OK ってことで、すごい。ちなみに安い人は来るから OK。 ちなみに期限の方、そうですね、期限をちょっと30日、1ヶ月ってことで、今から1ヶ月、はい、じゃあ来週の、うん、来月の9日までっていう感じで、はい、そうですね、はい、はい、いやありがとうございます、すごいですね、ちょっとこれでね、視聴者の方も本当に何回もちょっと常連さんもいらっしゃいますので、ね、ぜひちょっとすぐ来る、ね、ねね、来られるんじゃないかなと思うんです、ね、みんな多分ね、はい、みんなだけじゃなくて、来たら小林どこですか、言われた方がいいです。ああ、ぜひね、来ていただいて、小林さん今いらっしゃいますかって言って、雷調査見ましたっていうふうに言っていただければ、そしたらチューがちょっと持っといてなんだっけ、ごめんね、はい、雷調査隊を見たね、はい、見て、小林さん、私見ましたっていうふうにおっしゃっていただきますと、最初のドリンクが1杯無料ということで、はい、素晴らしい。今から1ヶ月です、ね、来月の9日まででございます、はい、うん、ぜひ皆さんね、ぜひ来てください、この機会にぜひ皆さんお越しください、うん、よろしくお願いいたします、はい、佐田さんもね、書いてますね、そうなんですよ、今日で90件目なんですよ、2回目です、ちょっと貸してもらっていいですか。スタッフさんがね、まだ聞いてなかったので、あ、そっか、はい、いや、調査して90件目、本当にね、記念すべき90件、うん、こんな素晴らしいお店をね、うんうん、飾れて本当に良かったと思います。本当に今日1時間ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、この楽しい雰囲気がきっと伝わってると思います、はい、うん、はい、じゃあちょっと次は我々の、うん、はいはいはい、告知聞きたいと思いますね、はい、はい、さあ、はい、じゃあ泉谷さん、ね、どうぞ、はい、席替えしたから席替えないぐらいしちゃう、はい、じゃじゃん、針ヶ谷いつきです。いつにゃんって呼んでねで、あ、いつにゃんブログやってます、はい、ツイッターもやってるので、ぜひフォローしてくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。はい、はい、はい、じゃあ私熊川雄大なんですけども、はい、ツイッターとフェイスブックやってますので、持ってないのかい、いや、持ってますね、はい、ツイッターとフェイスブックやってますので、ぜひ皆さん、お友達質問、ね、していただいた方も、ね、たくさんいらっしゃいますので、うん、ちょっとまだしてない方いらっしゃいましたら、ぜひね、熊川、そう、こちらで、はい、やってます、はい、はい、熊手リッチ、あと熊川雄大でフェイスブックやってます、うん、はい、ブログはしかとしておいてください、よろしくお願いいたします。はい、ブログね、ちょっとね、うん、本格的に更新する気すらなくなっちゃいます。ツイッターを先によくやってるので、あ、なるほど、はい、うんうんうん、そしてちょっとね、
あのね、今日しんちゃんがね、いないじゃん、うん、しんちゃんがいつも ね、写真集のサンプルを持ってるんですよ。あいつがね、いろんなものを持ってるね急に休みやがってね、マジで、ほんと、それちょっと腹立つよね。でも、T シャツいっちゃいましょう、T シャツ T シャツいっちゃいましょうか、はい、我々この雷調査隊にはですね、あのグッズもちゃんとございます、うん、はい、いきますよ、はい、じゃあこちらにありますかね、ドン、はい、来ました、はい、出ました、はい、今私たちが着てるのがあの、ね、旧式の、ね、T シャツになるんですけれども、はい、うん、今横に写ってるやつ、はい、こちらがアップソールド .com、はい、アップソールド .com さんで、うん、購入できますので、はい、もう T シャツ以外にもあのワンちゃんの洋服とか、ね、マグカップとか携帯カバーとか、はい、もういろいろあるので、うん、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、そしてね、はいはい、写真集もね、先ほども言ったように、写真集ね、あのカタカナで、はい、パブリマ、はい、パブリマと検索していただきますと、すね、うん、本タイプが3000円、電子書籍もありまして、そちらが1000円で購入できますので、はい、よかったらパブリマさんチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。あとですね、僕ね、ちょっと 急に決まったんですけども、おうおう、今週の日曜日ですね、の15時から16時にですね、うん、ジュリアと勇気の日曜クラブですかね、はい、そちらにちょっとね、あの出演させていただくことが決まりまして、はい、そこで、ね、実は仮面ライダー特集ということで、ちょっと僕の得意分野なんですけども、あ、それ、はい、仮面ライダー好きがこうしてこうやってね、出演を、ね、はい、決定したわけなんですけども、ね、ぜひね、皆さんそちらもね、はい、15時から16時に、うん、やっておりますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、そうですね、いろいろね、今日も本当ね、たくさん入ってね、書いてきていただいておりますよ、本当に。もうね、はい、2人でこんなグダグダの中、何言ってんの、グダグダじゃないじゃん。私のもう気持ちが折れそうだ。いやいやいや、何をおっしゃるんですか。だってこうやってさ、助けてくれるから、はい、ちょっと私頑張れるんですよ。おありがとうございます。ありがとうございます、本当にね。あ、はい、なんだっけ、うん、今言ってたけど、番組の名前もう一回。はい、ジュリアと勇気の日曜クラブですね。ジュリアと勇気の日曜クラブ。はい、そうですね、あの、東京ドッカンの、はい、方々、東京ドッカンの、はい、方々が、うん、あの、個人でされてる、個人じゃないけど、あの、別でされてる番組があるんですけども、うん、なるほど、はい、そちらにちょっと、それもユーストリームさんで、ユーストリームさんで、うん、はい、やらせていただいてますね。はい、はい、ぜひ見てください。仮面ライダー特集なのでね、皆さん、はい、何回も見ましょう。めっちゃ興奮してるね、今から。興奮しますよ、うん、はい、もう日曜のために本当ね、まあ、そんなね、予備知識とか、うん、もうその予習みたいなのしなくていいんですよ、僕はね、何でも知ってるんで、もう、はい、大ファンだから、大ファンで、で本番中全然喋らなかったりしたからちょっと想像できる。はい、そうですね、今日本当にね、コルレオネさんと源水田さん、川原津さんとゆうめさんもね、はい、入ってきていただいてね、はい、うん、ということでですね、はい、もう締めますか。そう、ね、あ、そうしますか。はい、残り調査がしたいからそうだね、うん、もうなんかさ、うん、もういろいろすごいよね。源水田さんが多分見ますって、絶対見てね、はい、絶対見てね、はい、源水田くんね、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、まあ、またね、日曜日の15時、うん、そして、雷調査隊では水曜日のですね、13時に、お会いいたしましょう。雷調査隊でした。さよなら。さよなら。